染み抜き武田クリーニングの事例を紹介する動画です。はい、こちらはウールのニットジャケットになります。この全体を写している状態で色の段差、シミはですね、わからないんじゃないかなというふうに思います。でも意識してみるとですね、色の段差があって、お客様それが非常に気になるというふうなことなので、綺麗にしてみたいなというふうに思います。はい、シミの箇所をですね、どんなシミかと言いますと、こんなちょっと色の段差わかりますかね、こことか、あとどこですかね、この辺ですね、やっぱりこの辺、酸化して黄ばんでしまうとですね、非常に落ちにくいシミになってしまうんですが、しかも素材ウールでございますし、意識してみるとですね、前身頃だけでなくて袖にも結構ありますね、あります、こういうところです、ここもそうですね、はい、一つ残らず綺麗にしたいなというふうに思います。はい、素材がですね、ウール 100% 洗濯表示はドライクリーニングになっております。大きいボタンがついてます。お客様のご依頼によってこの動画が成り立っております。ご利用ありがとうございます。はい、ニットジャケットシミ抜きが終了いたしましたので、状態を見ていきたいと思います。今回はですね、ウール製品なんですが、ウェットクリーニング、水洗いもさせていただいております。全体的に黄ばみが相当ひどくてですね、水浴中に漬け込んだ際に透明だったお水がですね、真っ黄色に変色してるぐらい汚れがついておりました。かなりすっきりきれいになりましたので、いい感じだと思います。シミがですね、部分的に目立っていた、お客様が気になっていたっていう風なのがですね、大体この辺りだったんですけども、もうすでにどこにシミがあるのかは分からなくなっております。つまりシミは取れているというふうなことです。それからボタン周りですね、この辺にも黄ばみがあったんですけども、こちらも全く問題なく大丈夫です。ちょっとカメラの露出、撮影の露出の関係でですね、アップにするとちょっと色が明るく映ってしまうんですけども、 お色質感風合い全く損なうことなく、シミだけをきれいにすることができております。ウールのジャケットですので、酸化した黄ばみを取るというふうなことはですね、ご家庭で水洗いなさるだけでもリスクが高いと思うんですが、シミを取るとなると、ほぼ不可能でございますので、ぜひプロにお任せいただければと思います。ご利用ありがとうございます。詳しくはシミ抜き武田クリーニングで検索してください。